ております大迫力の富山音頭でした。新道場の皆さん、どうもありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。今日の皆さんはね、台上から降りていただくというわけなんですけども、はい、この後本当に楽しみですよね。楽しみですよね。今年もまた富山に新道の音が帰ってまいりました、はい。富山といえばこの新道、そして新道といえば今年も司会を務めさせていただきます落語家の三遊亭了楽と川島敦子です。どうぞよろしくお願いいたします。なんか落語家のって言って川島さんも落語家みたいですけど、ね、私は違います、うん、そうですね、はい。さあ、それでは全日本珍道コンクール実行委員会を代表いたしまして、富山商工会議所高木茂雄会頭が開会宣言を行います。皆さんこんにちは。こんにちは。県内外から本当に遠路、多数おいでいただきまして誠にありがとうございます。主催者を代表いたしまして一言ご挨拶し、開会宣言をさせていただきたいと思います。富山にはですね、あまり全国に通用する名曲っていうのはないんでありますが、今ほど聞いておりましたらですね、富山音頭というのがあったで、これ歌うと大したことないんですが、珍道屋さんがやるとですね、もう本当にもう今日出場される方みんな口ずさんでおられました。珍道屋さんの定番はですね、竹に雀という曲なんですけど、実はもう一つ裏番があって、それが富山音頭でございます。我々、はい、ありがとうございます。富山市民もですね、大いに全国に富山音頭をですね、珍道屋さんとともに広げていきたいと思っております。もう戦後昭和29年にですね、復興を祈って富山万博というのがありました。で、その時に人を集めるために全国から珍道屋さんを集めて宣伝したわけでございます。で、昭和30年から全国珍道コンクールというのでもう64年もやっております。16年ぐらい前にですね、富山が50年やってから、東京都の石原さんという知事さんがおられまして、真似をしましてですね、大道芸人にアワード認定証を贈るということをされました。富山はその50年前からもうやってるということでございます。まあ、海外ではですね、珍道屋さんだけでなくて、ストリートアーティストっていうのすごく人気あるんですけど、まあ、最近はこの珍道屋さんもかなりレベルアップしております。で、若返りも図られてきております。まあ、これ50年100年続けばですね、日本の無形文化遺産にも申請できるのではないかと、まあ、こんなふうに思っております。どうか皆さんのですね、熱い思いでそのレベルまで押し上げていただきたいなと思います。さて、この珍道コンクールの開催にあたりましては、スポンサーの方、そして関係各機関、いろんな方にご協力を賜っております。この席を借りて熱く御礼申し上げます。それではただいまよりプロによる第64回全日本珍道コンクールを開会いたします。いや力強い開会宣言ということでございました。はい、会頭のお話にもありました富山音頭、はい、ね、今演奏していただきましたけど、その中の歌詞にね、トントン富山の心意気、はい、ね、セリフと言いますか歌詞があるんですけども、本当にね、珍道マンの心意気をこのステージで見せていただきたいと思います。はい、はい、そして皆さんもぜひね、お楽しみいただきたいと思います。はい、それではここで優勝旗の返還に先立ちまして、はいはい、このコンクールにご参加いただいております珍道マンに感謝を込めて栄誉表彰をいたします。なんと言いましても今年で64回目ですからね、
長い間チムタリマンの方々にはお世話になっております。はい、それではお名前をお読みいたしますのでステージにお願いを申し上げます。はい、まずは50回出場のシンドン・ヨシー&栄谷プラス X 富澤太子さんです。はい、お願いいたします。同じく20回以上、エリシア後藤中子さん。はい、どうぞ。続きまして、15回出場の4名をお招きします。鶴丸小林琴子さん、林家内野真子さん、スープチントンズクラブ高木東方之介さん、それでは高木茂雄富山商工会議所会頭にもう一度出ていただきまして賞状を贈呈させていただきます。それでは新東吉井&高井のグラスエックス富澤太子さん前へお進みください。50回ってすごいですよね。すごい暑いです。新東コンクール表彰状永年出場表彰富澤太子様、あなたはこれまで全日本チントンコンクールに50回出場され、当コンクールの発展と魅力あるまちづくりに寄与された功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。平成30年4月3日、富山市長森正司、富山商工会議所会でお願いします。50回出場ということでございます。多分3つの頃から出ていらっしゃる。はい、ありがとうございます。続きまして20回出場サウンドマシン野尻由さん、お進みください。はい、どうぞ野尻さん。チンドンコンクール表彰状永年出場表彰野尻由さん、あなたはこれまで全日本チンドンコンクールに20回出場され、当コンクールの発展と魅力ある街づくりに寄与された功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。平成30年4月2日、富山市長森正司、富山商工会議所会長を代表します。どうも。表彰状永年出場表彰後藤直子様、あなたはこれまで全日本チンドンコンクールに20回出場され、当コンクールの発展と魅力あるまちづくりに表彰された功績が誠に顕著であります。よってここに表彰します。平成30年4月3日、富山市長森正司、富山商工会所会長です。表彰状永年出場表彰小林琴子様、あなたはこれまで全日本チントンコンクールに15回出場され、当コンクールの発展と魅力ある町づくりに寄与された功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。平成30年4月5日、富山市長になりました。富山商工会所会長です。表彰状永年出場表彰内野真様、あなたはこれまで全日本チントンコンクールに15回出場され、当コンクールの発展と魅力ある町づくりに寄与された功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。平成30年4月5日、富山市長の山です。富山商工会議所会長です。表彰状永年出場表彰高
高木トンボ之助さん、あなたはこれまで全日本珍道コンクールに15回出場され、当コンクールの発展と魅力ある街づくりに寄与された功績が誠に顕著であります。よってここに表彰します。平成30年の方が山市長になります。山市長会長会長表彰状、永年出場表彰、川端仁さん、あなたはこれまで全日本珍道コンクールに15回出場され、当コンクールの発展と魅力ある街づくりに寄与された功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。平成30年4月7日、富山市長、森正氏、富山市長会長会長です。このコンクールが昭和30年第1回から数えまして、なんと今年で64回という歴史ある大会だったのも、毎回趣向を凝らした演技で楽しませてくれる珍道マンの皆さんたちがあってこそなんですよね。そうですよね。永年表彰受賞の皆様、今回もご参加くださいまして本当にありがとうございます。会場の皆様、はい、大きな拍手をお願いします。ということでございました、はい、さあ、さあそれでは珍道屋日本一の証上り旗の返還をさせていただきます。前回優勝チーム珍道芸能者美香の永田美香さんより高木会頭に返還されます。さあそれではよろしくお願いいたします。会頭マグロ、日本一の称号は全国の珍道ファンにとっての目標で、本当にどのチームもこの称号を目指して練り練った演技毎年見せてくださっています。本当にね、まあ、今年はね富山の桜、まあ、全国的にもそうなんですけども早く咲いてしまいまして、はい、もう富山の桜の名所松川べりもねほとんど散ってしまいましたけども、はい、まあ、その代わりといっちゃなんですが、この県民会館の舞台で大きな大きな珍道の花を咲かせていただきましょう。それでは改めてコンクールの主役珍道マンの皆さんに登場していただきましょう。
新丼芸能者美香の永田美香さん、前の方へお進みくださいませ。よろしくお願いいたします。この大谷君に負けないように、はい、新ドンマンの皆さんも頑張っていただきたいと思います。さあ、いよいよ予選へとご案内してまいりましょう。はい、まあ、各チーム本当どんな演技を披露してくださるか楽しみなんですが、こちらメイン会場だけでは実はないんですよ。そうなんですよね。はい、楽しみといえば新ドン街中ステージと題しまして、この会場以外に城址公園、グランドプラザ、富山駅南口駅前広場、中央通り国技館広場、そしてユータウン総側ウエストプラザ、今スクリーンも映っておりますけれども、はい、あの5つの会場でも振動パフォーマンスを見ることができるんです。そして、はい、もう皆さんご覧になられたかなとは思うんですけど、こちら県民会館の1階ロビーでもステージ設けられているんですよね。はい、そうなんですね。あの皆さん、プログラムはお持ちでございますでしょうか。はい、プログラムの方にね、詳しいこと書いてございますので、そちらをご覧いただきまして、振動街中ステージもぜひお楽しみいただきたいと思います。はい、あのもしまだ持ってないよ、プログラムどこにあるのとおっしゃる方は、ホールロビーにプログラムの方、受付の方で置いてございますので、どうぞお持ちいただきたいと思います。はい、それから今年も2月からですね、Facebook や Instagram で振動情報を毎日発信してきたんですけれども、はいはい、国内はもちろん海外にまでこの振動の情報を届いていたみたいですね。私も、ね、微力ながら Facebook でシェアさせていただいておりましたけどもね、はい、まあ、世界が発信するということですから、すごいことですよね。あの見たよという方は、Facebook だから見たよという方いらっしゃいます。はい、おー、何人かいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。それから予選本戦の模様は今回は YouTube を通してインターネット配信されています。あら、現在 YouTube で、はい、あら、まあ大変ですね。そうなんです。ますます振動のは広がっていきますので。そうですよね。あのこれからの予選なんですけども、ブロック戦ということになっているんですよね。はい、今日の予選は A から D までの4つのブロックに分かれまして、はい、各ブロック上位2チーム8チームがあちらの明日の本戦へと駒を進めるということになります。そうなんです。ご覧いただきまして分かりました通り、明日の本戦はトーナメント戦ということになりまして、日本一根をかけて熱戦が繰り広げられるということになります。
記念すべき第64代ちんどん屋日本一の栄冠、どのチームに輝くのでしょうか。さあ川島さん、気になる採点の方なんですけども、はい、予選では各チームにそれぞれのスポンサー企業を PR していただきます、うん、その演技を基礎点40点、6名の審査員の持ち点10点ずつ、それらを合計した100点満点で採点します。なるほど。例えば A ブロックですと上位2チーム点数の高い方が明日の本戦に進むということになるわけですね。そうなんです。でも3チーム同点ということも考えられますよね、うん、まあ3チーム以上といいますか、はいはい、そういう場合にはどうしましょう。はい、その場合はまあもう運も実力のうちということで、うん、抽選で決定させていただきます。え、抽選ですか。ここでちゃんと台本に書いてあるんで驚いてました。はい、はい、そうなんです。あの抽選箱の中にですね、はい、数字を書いたボールが入っているんですけれども、大きい数字のボールを取ったチームが立ち上がれるということになります。それからですね、これあの規定の演技時間というのがあるんですよね。はい、そうなんです。各チームの持ち時間は、司会はどうぞと申し上げたところから3分です。3分です、はい、ウルトラマンと一緒です。3分です。3分です。そして2分30秒を経過したところで、このプラカードで、はい、2分30秒でこのプラカードが上がることになっております。またちょうど3分で、うん、こちらのおしまいと書いたプラカードと、はい、この終了音でお知らせします、はい、ね、この音が鳴り終わるまでに、これね、出演者3人の方が、皆さん客席からちょっと見にくいかもしれませんけど、ここに赤いラインが入ってるんですが、はい、この赤いラインを全員が超えないといけないということになるわけですよね。押さないと時間オーバーとみなされまして、なんと減点20点ということになります。これは大きいです。大きいです。実はね、先ほどの素人ちんどんコンクールの方でも、はい、ね、はい、残念ながらね、時間オーバーで減点になってしまったチームいらっしゃいましたので、はい、特にプロの方は減点20点ということですからね、まあ、オーバーしてしまうと明日の本戦はちょっと難しいかなということになってしまいますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。はい、それから各賞のご紹介でございます、はい、優勝チームには富山ガラス工房製作のトロフィーと、先ほどちんどん芸能者ミカチームから返還されたちんどん屋日本一の上り旗、はい、そして賞金100万円が贈られます。100万円です。100万円という声が、ね、聞こえましたけれども、はい、さあそして今年のトロフィーなんですけれども、はい、こちら手にしていらっしゃいますけれども、はい、富山の海の色をイメージしたカップ部分とカラフルなちんどんをイメージした球体が映える美しく爽やかなデザインとなっています。そしてこの青いガラスの部分なんですが、富山ガラス工房と富山大学が共同開発して作った星の青という富山ならではのガラス素材となっています。まあ、ガラスの町富山にふさわしい世界に一つだけのオリジナルのトロフィーということなんですね。ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして準優勝チームにも賞金30万円が贈られるほか、本戦準決勝で惜しくも敗れた3位には、2チームは3位、そしてその他4チームは担当賞としてそれぞれ賞金が贈られます。さて、なおですね、本戦出場の8チームには第64回全日本ちんどんコンクール優秀マンとしてガラスの認定証も贈られます。認定証をガラスなんですね。そうなんです、はい、また惜しくも本戦には進めなかったチームの中からキラリと光る演技などで観客を楽しませた4チームに輝き賞が贈られます。はい、まあ、なんと言いましてもやっぱり日本一、ね、目指して各チームの皆さんに頑張っていただきたいと思います。それではここで本日厳正なる審査をしていただきます。審査員の皆さんをご紹介してまいります。はい、ご紹介いたします。まずは富山商工会議所観光コンベンション委員長池田康孝様です。はい、池田様よろしくお願いいたします。富山市商工労働部次長高島義之様です。よろしくお願いいたします。富山市観光協会事務局長竹内淳様です。竹内さん、よろしくお願いいたします。富山県オーケストラ連盟副理事長中川博様です。よろしくお願いいたします。
谷井義夫様です。谷井様お願いいたします。花柳松丸岡様です。はい、よろしくお願いいたします。以上、6人の皆様です。まあ、いろんなそのレパートリーからね、専門の方いらっしゃってますのでね、どっちがいい、あっちがいい、こっちがいい、いろいろ迷われるんじゃないかと思いますがね、厳正なる審査の方、どうぞよろしくお願いをいたします。お願いいたします。